ホイップルはアメリカ海軍の駆逐艦。トラックスタン級駆逐艦の二番艦。艦名はエブラハム・ホイップル大将にちなむ。ホイップルは1899年11月13日にメリーランド州スパローズ・ポイントのメリーランド鉄鋼会社で寄港した。1901年8月15日に LC ポープによって命名、浸水し、1903年2月17日に 艦長へヒウブイチェース隊員の指揮下収益した。チェサピーク湾での訓練後、ホイップルは第二水雷小艦隊に配属され、ノーフォークを拠点として活動した。その後は定期的に小艦隊の機関任務につき、1905年9月5日にノーフォークで予備役となるまで東海岸及びカリブ海で活動した。1906年7月16日に、 現役復帰すると、1907年11月まで、戦術演習及び定時訓練に従事し、12月2日に、ハンプトンローズを出港、騎士を明らかにするための親善訪問のためカリブ海に、向かった。16隻の戦艦からなる、グレートホワイトフリートの世界巡航に続いて、ホイップルと、水雷小艦隊の姉妹艦は、リオデジャネールを訪問、ホーン岬を回って地理及び、 ペルーの沿岸の港を訪問し、メキシコのマグダレーナ湾で砲術訓練を行った。1908年5月8日にサンフランシスコで関越式に参加した後、ホイップルはサンディエゴを拠点として西海岸に泊まり、太平洋水雷小艦隊の一隻として活動した。8月24日にサンフランシスコを出港、ホイップルはハワイ海域での艦隊演習に参加した。 演習が完了すると、サモアとマグダレーナ湾、バハカリフォルニアを経由して、西海岸に向かい、12月1日にサンディエゴに到着した。続く6年にわたって、ホイップルは、サンディエゴからマグダレーナ湾までの西海岸沖で、作戦活動に従事し、艦隊演習のため、アラスカ海域への巡航を一度行った。ホイップルは1914年から16年にかけて、 メキシコ沿岸で活動した功績により、メキシコ従軍賞を受賞した。メキシコは革命と内戦により、混乱状態にあったが、ホイップルは偵察巡行を行い、アメリカ市民の生命及び財産の保護に従事した。1917年4月6日、アメリカ合衆国は第一次世界大戦に参戦した。ホイップルは重要地点であるパナマ運河入り口を巡行し、 7月5日にパナマ運河地帯を出港した。海外任務のための改修が行われた後、ホイップルは8月28日に出港し、大西洋の戦場へ向かった。9月17日にアゾレス諸島に到着、戦団護衛任務を開始し、戦略上重要な島々を往来する船の警護を3ヶ月間行った。その後、ホイップルはフランスのブレストへ向かうよう命令を受ける。 1918年の早春は、大戦紹介及び戦乱護衛任務に費やされた。4月17日、キブロンワモキで、貨物編フローレンス H が停泊中に爆発した。破片が飛来するにもかかわらず、ホイップルは、スチュワート、トラクスタンと共に77名の乗組員のうち32名を、救助した。ホイップルは終戦まで、定例の戦時巡航偵察を継続した。 12月9日にフランスを出港し、帰国の途に着く。アゾレス諸島とバミューダを経由して、1919年1月3日にフィラデルフィアに到着した。ホイップルは1919 19年7月7日にフィラデルフィア海軍造船所で退役し、9月15日に除籍された。その後1920年1月3日にフィラデルフィアのジョセフジー・ヒトナーにスクラップとして、 売却された。ありがとうございます。